今日もあなたと百姓天国。はい、では大根の種まきですね。これが8番手ぐらいですかね。1、2、3、4、3ベッド目 の、 牛子あの2番手ですね。で、来週頭に4本目の半分やって、隣ね、4本目の終わりが来週の後半ですかね。からそれで10月の20日前後で終わりと。はい、マルチを使うのはね、はい、年内取りが、はい、ということですね。で今週末何回も言ってますけどね、ズドンと行くやつ、よいしょ、ね、これ普通の青首ですけれどもね、一つ巻きで、大根まだこんなにあるとね。で来週、今週末ね、ズドンと行くのが、はい、三浦で系と、なんかおでん大根、初めて今年ね、ちょっと注文してみましたね。美味しそうなんでね、おでん大根、あず作り、これ美味しそうなのでね、ちょっとおでん用、煮込み用ということでね。あとこの龍神三浦ね、これはあの端切れズドンと行きますんでね、ちょっと量が多いです。はい、ということで巻いていきましょう。あ、足が痛くてね、一つ巻きです。よいしょね、ああ失敗した、まあいいや。別にね、もうこの時期はマルチじゃなくても大丈夫なんですけどもね、あの念のためというか、あの マルチを使わなくてもこの時期は大丈夫ですよ。あのね、まあ僕はあのこうやってね、あのいろいろもう面倒なことをしたくないので、こういうふうにしてるだけであってね。確実にこうやってね、自分の手の感覚でね、指の感覚で一粒確実にこうやって落とすことができればね、とても楽ですから。よいしょ、よいしょ、さすがにね、夕方になってくると疲れてくるんでね、なんか特に喋ることもないんですけど、コーヒーが飲みたくなるね。疲れてくるからカフェインをね、注入しないと、あったかいカフェオレが飲みたくなるね。仕事してるとね、特に畑仕事してると本当になんか夕方ね、日が落ちてきて、なんか美味しいコーヒーがね、飲めるような畑の横にね、そんなカフェがあるといいなって、農業者の人そう思いませんね。まあそんなような思いでね、僕は百姓図カフェ1号店を出したんですけどもね。はい、まあでもね、5年、そうですね、できれば5年後ぐらいには百姓図カフェ2号店を出したいですけどね。どうですか、5年でできればいいですけどね。よいしょ、昔はね、50メートルね、マルチでこうやって一粒ずつ巻くとか50メートル普通にやってましたけどね、もう今は本当に50メートルできないですね。はあ、30メートル超えてくるとなんかしんどいなっていう感じになってきてますね。まあでもね、正直2ヘクタールまでは家庭菜園ですね。
そう思います。なのでね、それぐらいまではまあ年取ってもね回せないととは思いますけどね。だから80ぐらいまで、もし80まで生きたとしたらね、5ターンぐらいは回せる自信はありますけどね。だから2ターン以内っていうのはね、600坪以内っていうのは本当に回せるはずですけどね。どのようなあれにもねよりますけど。はい、青首大根終了。種結構あるね。よいしょ。次赤大根を巻きます。一緒にねこうやって巻いていけばどんどん収穫していくとね、この辺は上がります。これ一粒全部、これ青首大根ですね。ということで見てもらったら分かる、ほぼ発芽してるでしょね。だから大根がね一粒巻きでいいです皆さんね。種もったいないですから。こっからほら穴の開いている感じが違うの分かりますね。こっから先は赤大根いきましょうね。こんなようなやつ赤カブですけどね、大根とカブとね、ちょっと種が小さいんですけどカブですからね。だからできるだけちょっとね一粒ずつ巻くのは結構大変ですけど、まあ一粒二粒間隔ですよね。はい、そんな感じで巻いていきます。自分のね持った感覚の手のひらでね、一粒二粒ってね分からないとダメなんですけど、真ん中どういうふうに巻いておくかな。真ん中そうだね、1、2で向こうで帰りに2列ずつ巻いていけばいいんだね。はいはい、2、3粒かな。よいしょ。今日もよく働きましたね。こうやって一生懸命働いてね、で疲れて家に帰るね、これが百姓の暮らしです。これ以上でもこれ以下でもありませんね。それをさえやっていればね、まあ何でしょう、そんなに悪い人生ではないですよね。まああとは食べていけるかどうかね、それだけですね。いろいろね難しいことを考えたりとかねありますけどね、でもねこうやって疲れてね夕方になって帰って、あ今日もよく働いたなと思えればもうそれでいいわけですね。それが百姓の素敵な暮らしですよね。なので一方ではねこうやっていろんなこと僕言いますけど、個人的にはね知ったこっちゃないんですよ、世の中がどうなろうがただただね、一つには己のね、なすべきことをなしてね、一生懸命それでこうやって一日ね、汗かいて足が痛い思いをしながらね、頑張って引きずってそれでいいわけです。多分そのことをね、お天道様はね、そんなに悪いことだとは思わないと思います。僕はだから僕なりにね、こうやって頑張ってやっていけばいいだけのことなんですよ。あとはね、正直知ったことではありませんね。頭のいい人たちがうまいことやってください。はい、僕にはこれしかできませんね。これ以上でもこれ以下でもないんですよね。いつもねなんかいろんなことを言ってる
と思われますけど、僕はね基本的には個人的にそれで僕はもう満足しておりますね。おかしいなと思う部分はそれはありますよ。理不尽だなと思う部分はありますけど、まあしょうがないです。所詮そんなもんですよ。百姓ですからね。はい。世の中にとできるだけ関わらずにね生きていくには百姓は一番いいと僕は思うんですけどね、はい、で関わりたくなれば関わればいいだろうけど、基本的には関わらずに生きていくことができるんですよこの仕事はね。そこが本当に素晴らしくないですか皆さんね。どう転んだって皆さんいろいろしがらみがあるでしょ。ある程度年取ってきたらねしょうがないじゃないですかそれは。だけどそのしがらみの中でもね最も少ないで、なおかつねこの地域というもの、その面倒くさいところをやり過ごしてしまえば、で僕のようにねこうやって新規就農者って意外とね成功すればほっとかれるので、うん、風景の一部になるんで、僕なんか千葉時代十数年いて飲み会ってただの一度も参加しませんでしたよ。最初からすいませんちょっとって言って、夜は夜で僕忙しいんですって出荷準備などって言えばね、もうあんたはようやっとるわっていうことで、もうそれ以上追求してくる人はそうはいないですね、はい、最初はねいぶかしげに思われても、あの人はそういう人だということをちゃんとね分かってもらえるようになれば、それで波風が立ちませんね。そういうように持っていけばいいんですよね。実際忙しいですね夜はね。僕 YouTube 上げなきゃいけないし、お客さんとのやり取りもありますんで、ここまでね、はい、終わり終わり、はい、よいしょ。まだ大根いっぱいありますね。頑張ってこれ全部巻かないといけないですね。はいはい、今日はもう雲がなくなりましたね。明日も晴れるのかな。はい、ということで大根ね、これが終わってあと残り 50m1 本ね、来週頑張ってやって、そうすればあとはもう端切りでねトラクター走ってクリーンシーダーで押していくだけなんで、はい、楽ですね。はい、まあ全部そうやってクリーンシーダーでやってもいいんですけどね、耐熱マルチかけたりして、まあ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 ね、はい、そんな感じでございます。はい、4時になりましたね。もう6時で真っ暗ですからね、実質5時から5時半で終わりですから、もうあとちょっとですね、はい、この後防虫ネットかけます。はい、撮影はここまでにしておきますか。疲れたね、疲れた疲れた。明日ね車屋さんから電話ありました。軽トラ、電話が来てどうなったかなって言われて、治ったのかって、そんなことはないんですよ。わかります？治るとか治らないけど、そういうことじゃないんです。はい、百姓農園さんと台車が、軽トラの台車が用意できました。はい、そういうことです皆さんね。3週間目に入ってようやく軽トラの台車ですね。これで軽トラが、私の軽トラが治るかならないか、多分これから1ヶ月後ぐらいです。すごいよね。どう思われます皆さんね。え、いやー本当にすごいよ。本当に治ってくんのかね。タイヤを取り付けましたって。え、車ってタイヤをつけないと走らないんですよねみたいな。もうね、なんて言ったらいいんでしょうね、もうネタにしかならないね、田舎の業者さんね。はい、ということで、いつになったら軽トラは治って元に戻ってくるんでしょうね。多分だからまだ見てもないから、本当にクラッチなのかどうかすらまだ何の連絡もないですよ。とりあえず百姓農園さんね、3週間経ってね、21日間経ってようやく台車が来ます。これが田舎です皆さんね。はい、頑張っていきましょうね。
大変でございます。それではまた。